はい、ママミーマリスト伊沢ひとみです。今回は我が家のリビングのルームツアーをしていきたいと思います。我が家のリビングですけど、 3LDK のマンションに私と夫と小学校4年生の長男と6歳になる次男の4人で暮らしています。早速紹介していきます。我が家ですけども、ちょうど家を購入してから丸9年経ちます。で、この家具だとかカーテンとか、その購入当時から何か大きく変えたりはしていません。どっちかっていうと物を厳選してこう減らす方向性にあって、それで家が快適になっていってるんですね。で、その一つにラグがあります。以前はここにラグを引いてたんですけど、それをねやめてみたんですね。まあ、ちょっと最初は家族もやめていいかどうかわからなかったので、まあ、実験みたいな形でなくしてみました。で、なくしたら特に問題がなくって、まあ、子供たちも何も問題なく寝転がったりしてますし、何よりも掃除するのがめちゃくちゃ楽になったので、私はなくしてよかったなって思っています。で、夫に聞いても特に大きな問題は感じていないみたいなので、おそらくこのままラグはないまま我が家は過ごしていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんでなんかその時思ったのが、こう自分の掃除する時の手間とか、こうラグを洗ったり手入れする手間、なんかそういうのをちょっとストレスに感じている自分を分かっていたので、そこを見過ごさずに一遍なくしてみるっていう実験をしたことで、あ、なくても大丈夫なんだってことが分かったので、ちょっとね、こう自分が感じる違和感とかストレスとかなんかもしあれば、一度それをこうなくしてみて、で実際自分の生活は快適になるのかどうかなっていうのをこう試してみるっていうのはね、すごくおすすめだなって思います。次にリビングではテレビボードの中に収納するっていう風に決めています。なのでこう床に物が散らばったりとか、あの物どこ行ったっけっていう風にならないように、これはリビングのここに収納するっていう、こう場所をね決めてるんですよね。で、このテレビボードは購入した時にねちょっとついてきて、すごい収納できるのでかなり重宝してるんですけど、主に入ってるのは子どものものです。飾ってあるものや、あと中に収納しているものを紹介しますけども、まあ、ほとんど子どものもの。で、今ここに、今小学校4年生の長男が折り紙にはまっているので、飾る場所っていうのをこのテレビボードの収納の一角に設けています。まあ、そうすることによって、まあ、ここに飾ってもいいんだっていうので、まあ、長男としては飾れる場所があるっていうことで、まあ、ここにね折り紙を置くようになりますし、逆に、まあ、今ちょうどこれ満タンになってきているので整理をこれからするとこなんですけど、いっぱいになったら整理をしていらないものを手放そうねっていうふうに決めているので、まあ、そのね目安にもなるんですよね。でもよくこうやって折り紙が溜まっちゃってどうしようっていうご相談も受けるんですけど、場所と、まあ、期限を決めて手放していくってやると結構子どももスムーズにいくかなって思います。で、その下は今主に漫画が入ってます。これも大体長男のものですね。で、ここは結構長男が使う場所っていう風に決めていますね。なので漫画を読んだらここに戻してね、ここをまあ自分で綺麗にしてねっていうようなスペースにしています。あと反対側の棚は、まあ、私がインテリアで置いているものと、その下は6歳になる次男が主に絵本を取る場所ですね。絵本コーナーというところです。ここも今子どもたちの本、絵本はここのスペースに置くって決めているので、まあ、ここから溢れ出るようだったらいるもの、いらないものっていう分ける整理をして、まあ、手放していく。新しい本が増えても、まあ、ここに入るまでっていうふうにこう場所をねしっかりと決めています。まあ、そうするとやたらめったら本も増えないので、まあ、片付けとかにね困らなくて済んでるかなって思います。ここからは上の棚の収納の中を紹介していきますね。主に服です、まあ、なんてことないんですけど、これは長男と次男の夏から冬にかけて今年着れる服や保育園とか学校関係の体操服とか、まあ、そういったものを入れています。
で上のスペースを空けていて、何か突発的に学校からなんかもらってきたりとか物が増えたりってした時に入れれるように、まあ、ちょっと収納はね、だいたい7割とか8割ぐらいの収納を目安にして余白を設けるようにしています。反対側はこちらです。はい、ここの収納は主にお下がり服のコーナーです。長男から次男に行くのに、我が家は1年半ぐらいちょっと時差というか、そのタイミングが合わないので、ちょっと保管する、ね、期間というのが必要なんですよね。なのでこれは長男がサイズアウトして、次男が大きくなって着れるようになった服っていうので、ここに収まるまでと決めて入れています。アウターは別のところにあるんですけど、パンツとかボトムスとトップスやカーディガンっていうのはここに入ってますね。でここが、あ、次に次男が着れる服はここにあるっていうのが、こう分かりやすく場所を決めて収納しています。次にこっちの棚を紹介します。ここは主にスイッチが入ってますね。なのでソフト関係とか、主に長男が使うゲームソフト関係が入ってます。で上の棚には、これは子供たちが遊ぶおもちゃが入っています。次はこっちですね。こちらは今ぐちゃぐちゃなんですけど、主にカードゲーム類が入っています。家族みんなでカードゲームで遊んだり、長男がポケットモンスターのカードにハマっているので、そのカード類が入っています。こうやってね、ポケモンカードがね出てたりするので、ちゃんと整理してねって言ってても、このありさまです。ここに今収まるまでっていう風に場所を決めています。次はこっちですね。ここは全部ぬいぐるみコーナーになります。男の子ですけど、ぬいぐるみはなかなか手放せない、絶対いるって言われるので、ここに入るまでと決めてぬいぐるみを押し込んでいます。たまにここで出してね、遊んだりとかしているので、まあ、これはねぬいぐるみ入れとなっております。次はこちらです。はい、ここは主に6歳になる次男の収納スペースですね。ここは何でもボックスで、まだ6歳になる次男はいろいろ細かく分類すると片付けがしにくいみたいなので、もうわからないものはここに入れなさいっていうことで、もう何でも入れていいボックスにしています。もう片付けてって言っても、とりあえずここに入れてくれればいいやみたいな、そんな感じですね。なのでいろんなものが入っています。ここの上は主にラキューとかの説明書類です。であとは最後にテレビの下の収納になります。黒の色で統一するっていうのが、まあちょっとこだわりにしてます。まあ、色がねあんまり見えないようにしたいので、ちょっと黒のボックスで統一を出してますね。主にアルバム関係とか子供の作品とか、そういったものを入れてます。でアルバムがね、ここですね、ずらっとあるのが家族分と私の30年間分ぐらいのアルバムを一つにまとめてあるのと、ここの中にも、まあ、そのアルバムでちょっとまだできてないものが入っています。で次こっちが子どもの作品関係です。この黒い袋にね、ちょっとまあショップのいらない袋に入れてて、中を見せるとこんな感じで、めちゃくちゃ子どもたちの作品があります。これもねちょっと整理しなきゃいけないとこですね。この前もらってきたばっかなので、とりあえずここに入れてるっていう感じです。なのでここも場所を決めて入れてて、時期が来たら、まあ、子どもたちと一緒に整理をして、いらないものは手放すっていう風にしています。ここはアルバム関係ですね。私たちの結婚のもの、結婚式の主に写真と長男の保育園卒業の時のアルバムとかが入ってます。あとここは DVD が入ってるのかな、夫のイングリッシュスピードラーニング、使ってないんですけど、それが入ってます。あとなんか昔の CD とかっていうのが入ってて、ここも整理したんですけど、なんかいるかいらないか私はわからないので、とりあえず取ってあるっていう感じですね。それが入ってます。こんな感じでテレビボードの中にこう物をね収納するようにしてます。で服とかは昔は入れてなかったんですけど、ここにある方が便利だなと思って入れてみました。でこうテレビボードの収納の中には、こう服はあんまり入れないとかね、そういう固定概念とか、なんか思い込みとかってあると思うんですけど、
まあ、でも自分の家なので自分が使いやすいようにどこに収納したらいいのかなって考えた時に、あ、ここに着替えがあると分かりやすいし、あ、必要なものが何か足りないものは何かっていうのがすぐね把握できるので私はいいなと思って収納してます。なんでね、結構こうここに収納しなきゃいけないとか、ここはこうしなきゃいけないみたいな、なんかそういう思い込みみたいのがあったら一度それを外してみて、で自分が使いやすいようにちょっと工夫したり、あとあえて収納してみたりとかして、で実験して、あ、なんかここフィットするなと思ったら別にそこに収納しちゃいけないわけではないので、そのね、自分が使いやすいように暮らしがより快適になるように、まあ、どうしたらいいのかなっていう視点でこう試してみるとね、いいかなと思いますね。なんで我が家の場合は、おもちゃや本やその服っていうものをこのテレビボードの収納のところに入れてるっていう風に決めてます。あと子どもの作品とかもここに入れてるので、まあ、あのいっぱいになったらね、あの溢れちゃって目立ちますし、まあ、ちょっとそろそろ整理しなきゃいけないなみたいな感じで、もう整理しなきゃ片付けなきゃって常に思うんじゃなくって、まあ、自然とそういうのがこうできるような仕組み、まあ、仕組みってほどのことでもないんですけど、まあ、なんかそんな感じで収納をねしています。でこういうテレビの収納とかがないんであると、まあ、例えば納戸とかそのクローゼットとか、まあ、違うところにね収納するっていう風にはなってくると思うんですけど、まあ、そういう時にも、まあ、ある程度こう場所を決めてここにこれを収納するってやっぱ定位置があると片付けるのも楽になるし、物の管理もすごいしやすくなるので心がけていただくといいんじゃないかなっていう風に思いますね。で私は結構収納の場所を変えるのが好きなので、あの常にこうしたらいいんじゃないかみたいな感じでいろいろと変えていっちゃうので、そこにちょっと家族が困惑することもあるんですけど、まあね、それも楽しみながらもっとなんか使いやすくなったらいいなみたいな感じで変えてるので、おそらくこの子供たちのおもちゃもなくなったらまたどんどん変わっていきますし、服もクローゼットに入れるような時期が来たらここの収納場所じゃなくなるかなとも思うんですけど、今の我が家にとって、まあ、使いやすい収納ということでこういう風にしています。で最後にリビングの、まあ、ツアーということで、まあ、ソファーを、ね、置いてるんですよね。まあ、ソファーっていうよりなんだろう、椅子みたいな感じなんですけど、ラウンジチェアっていうのかなっていうのを置いていて、こう背が低いものを置いてるんですけど、これあのソファーと違って重くないのですごい動かしやすいんですよね。なので結構場所を動かしてます。こう後ろに下げたり前に行ったり横にやったり、はたまた違う部屋に置いたりとかして、でこうリビングに例えば人が集まったりとか子供たちがなんかすごいね大きい遊びをやりたいっていう時にはこう動かしたり移動がねフレキシブルにできるっていうのがこう動かせる椅子っていいなと思っていて、大きいソファだったりするとすごいくつろげていいんですけど、やっぱ動かすこともできないし、それこそこういらないってなった時に手放す時も結構大変なので、まあ、こうやって、まあ、そんなに大きくなくって、まあ、それでも家族が快適に座れる椅子でということで、まあ、空間をねこううまく使えるようなものっていうのをこう選ぶようにしています。なんでね、もう9年経ちますけど結構このソファ、まあ、椅子は私はすごい気に入ってますね。そんな感じでシンプルにラグなし動かせる椅子、そして収納はテレビボードにみたいな感じで我が家のリビングはなっています。はい、そんな感じで我が家のリビングツアーを紹介しました。何か参考になったようですとか、よかったよと思っていただいた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。